みなさん、たぬきちだなも。こちらは毎日島の出来事をお知らせする島内放送だなも。皆さんの暮らしに役立つ情報をじゃんじゃんお届けいたしますので、ぜひ耳を傾けてちょうだいね。さて本日は特にニュースがないから、代わりに鉄塔生活のお役立ち情報をお届けするだなも。案内所にあるタヌポートはご利用いただいているだなも。タヌポートはアクセスするだけで1日1回マイルのプレゼントがあるだなも。毎日アクセスを続けるともらえるマイルも増えるから、ぜひ1日1回はアクセスしに来てね。それでは、ふむふむ。さあというわけで、集まれ動物の森2日目が始まりました。今日も元気にやってまいりましょう。早速メールが届いているようでございますが、メールは何でしょう。お、うちのお母さん京子から手紙が届いたな。なんだろう、京子には伝えてあるのかね。俺無人島行くねって心配してるだろうな。そしたら鉄塔へ。無人島に今頃無事に着きました。心配なので差し入れします。食べてもよし、植えてもよし、母より。なんで57577で送ってきてんだろうな。うちの母、そういうところあるかな。確かに結構敬語でね、メール送ってくるんですね、うちの父母。浦和レッズのファンなんで、うちの母とか父が。誕生日とか母の日、父の日に浦和レッズの公式グッズを送るんですけど、そしたら敬語でありがとう、届きましたみたいなのが届きますね、僕のメール。なんか差し入れをもらったらしいが、差し入れはどれなんだろう。届いてるのかな。なんかもらえた。あ、これだ。が、じゃないね、プレゼント。開けると桃。桃植えてもよしって言ってたね。植えるっていうの、一個分ける、誰かにあげることもできるのか。なるほど。桃とかこういう食物は腐ったりするのかな、わかんないね。とりあえず任天堂スイッチとか置いとこうか。なんか飾れそうなものは。よしよし、ここにじゃあ置こうかな。この辺に飾る。おお、スイッチ飾った。ダンボールっていうのも飾るものなんですかね。ダンボールも飾り物なの。まあまあまあいいでしょう。あ、寝た。起きて。よし。では早速島の様子を見に行くとしますか。一日経って何かが変わっているのかな。お、ポータルが。タヌマイレージが溜まってるね。また何かが。こだわりインテリアで充実ライフ。まあインテリア置いたよってことなのかな。300マイル。溜まっていくね。お、スマホのある暮らし。なんかスマホ使ったよってことなのかな。300マイル。おーおーおお、だいぶ溜まりましたぞ。うん。いいでしょう。とりあえずじゃあ、島民たちの様子を、あ、俺の返信あるかもしんないね、掲示板に書いたから。あー、まだ返信はないと。まあ、掲示板の使い方が分かってないのかもしれないからな、おさいさんとかは。こういうのは雑草とは違うの。あ、なんだこれ。なんか光ってるぞ。いや、ただ何かができるわけではない。シャベルとかがあるとひょっとしたら、可能性あるね。サイさんとか向こうに追いやったんだっけ、そういえば。あ、なんか、ピクニック気分ですか。いや、テッド、あんたが選んでくれたテントの場所、なかなかいい感じで気に入ったよ。あ、XL の隣だからなのかな。これからも何かと世話になるかもだけど、同じ島の住民同士助け合っていこうじゃないか。パーネー。そうそう、住まい探しの俺に、この、葉っぱの傘のレシピをもらっておくれよ。葉っぱ葉っぱの傘。雨が降ったりするのかね。この島に来た直後、あまりにも雑草だらけの光景を見て、雑草を使った DIY をひらめいたのす。雑草だって味方によっては島の資源だからね。あたいもよく雑草呼ばわりされたけど、そいつらはみんな DIY してやったよ。
怖っ。うまく活用してくれよ、パネ。わかったよ。あ、エクセルが、俺がおさえさんと話してたら、気になって近寄ってきたな。どうした？おてっと、お前が決めてくれた場所、絶妙な感じだぞ。これからもお互い協力しながら、仲良くやっていこうぜ。なんか、そうそう。テントの場所探しの礼にもらってくれ。なんかくれるね。あ、帽子もらった。その名刺キャップ、ヘッドで被るのにぴったりと思うぞ。よかったら、X ポケットで選んで身につけてみてくれな。ま、気に入らなかったらすぐに脱いでくれて構わないからさ。うんす。ありがとう。なるほど。住民の人たちはなんかくれるんだな。あ、すべての基本は挨拶から。なるほど。島民全員に声をかけ回って、コミュニケーションをとってちょうだいねということで。挨拶ポイントもらえたね。普段は挨拶できないけど、ゲームの中ならね、挨拶もできようというもんですな。じゃあメッシュキャップ被りましょう、早速。あ、色がこんな色なんだ。NTDO。任天堂ってことかな。おしゃれなもんもらったわ。ありがてえわ。これ、人のテントには入れない？中に誰もいないみたい。入れないんだ。ラディットさん、どうもです。暮らしはいかがですか？メッセージボトルが流れ着いた。お、浜辺にメッセージボトル。競技もやってる人いるのかね？どっかの誰かがどっかの誰かに届く願いを込めて流すなんてロマンがありますよね。拾いかけたんですが、お、そのままにしといた。ということはメッセージボトルがあるぞ。誰かからの SOS。私が探しに行きましょう。サンゴ。サンゴが流れ着いている。サンゴもろて。お、貝殻と、これかメッセージボトル。一体誰のメッセージが？メッセージボトルを開けると、どっかの島の誰かへ。よう、突然だけどレシピをやるけど、俺はあんまり見てくれる気にする方じゃねえんだが、たまにはイメージに手つも悪くねえと思ってんだ。周りの奴が見たらびっくりするだろ。匠の技を持つ歌舞伎地より、DIY レシピをもらったな。テーブルミラー。あー、なるほど。葉っぱの傘のやり方と、お、葉っぱの傘のレシピを覚えて、テーブルミラー。木製のテーブルミラー。テーブルミラーっていうのは、いわゆる鏡のことでいいのかな？サンドダラー。なんだろうね。アゲハチをちょっと捕まえといた方がいいんじゃない？許してね、恋心よ。えい！ん？これは？アゲハチを捕まえた！アゲアゲだー！だから俺は友達がいない。だから俺は友達がいないんだろうな。なるほど。網を持ちながらでも、こうやって雑草を取ることはできると。せい！モンシロチョウかな？白くてチャーミング。木を切ったり揺さったりしていると蜂の巣を落としてしまうことからなんて気をつけてくださいね。なるほど。気を失ってしまうこともあるだって。案内所では虫刺されに効くお薬も販売しておりますので常備しておくこと。お薬を持ってなきゃいけないのか。なるほどな。早速とりあえず DIY したいけど、これ DIY そのうちあれだよね、そんなに使ってんならお金が必要になりますけどみたいになりそうで怖いな。何でも何でも金で解決しそうだもんな。とりあえず、日替わりのを見てみようか、商品を。ダンボールとピクニックバスケット。うんうん。パチンコ？ジョーロ。リンゴ400もするんだ。売り値は？売り値はいくらなんだい？それによって結構、どんだけぼったくってるかがわかるよね。買い取って。これ、リンゴさ、1個とかにしたいんだけど。
とりあえず決定すると、リンゴ10個で、1000! え?リンゴ10個で 1000! めっちゃ儲かるじゃん、リンゴ商売。売っちゃおうかな。10個ぐらいならすぐ集まるもんね、売っちゃおう。おい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 、お金結構簡単に手に入るんじゃないか?今お売りいただいたフルーツですが、食べ物を食べると力がみなぎって思いがけないパワーを発揮できる。あ、そうなんだ。え、岩を叩き割れたり。なるほど。あ、結構じゃあ重要なものだったりもするのかもしれんな。なるほどな。おい、社長。テッドさん、どうもどうも。何か僕に相談頼む?生き物を見つけたよ。ガとチョウと、まずガから、ガです。これは特徴からするとガかな?ガがいる環境だったら、この島には他にも結構な種類の生き物がいるのかも?お、なんだ?ガを預かりたいと。なんか貴重なガなのかな?博物館長がいるからその人に送って詳しく、ガを送るのかい?怒られるんじゃない?いいけど。はんはんはん。そうだ。協力の俺と一致なんだけど、お、アプリをもらえる。なんだなんだ?送られてきたぞ。生き物図鑑。なるほどね。捕まえた生き物がコレクションされるみたいな感じなのかな?記録をチェックできる優れもの。新種の生物を発見したらぜひ持ってきてちょうだいね。なるほど、なるほど。じゃ、どんどん渡すのが基地ですね。あの基地だけにね。どんどん見せていこう。モンシロです。サイズとかはあるのかな?僕の夏休みとかはね、取った、捕まえた虫とか魚とかサイズがあったけど。博物館長に送らせてもらっていいですか?オッケー。ただ、売るってこともできそうだよね。DIY で何か作ってみたんだもん。作ってみたい。何よりだもん。あ、やべえ、結構見られてるな。あ、レシピをもらえる。お金がかかるんですか?そういうわけじゃない?送られてきた。何でもスマホで解決だね。木から木材を、斧がもらえるのかい?斧はいいね。これ斧は大事だぞ、絶対。よろしく、ダナモ。やったぞ。とりあえず、アゲハチョウも渡しとこう。なんかまたもらえるかもしれんぞ。アゲハチョウです。アゲハチョウかな?社長さん、これも博物館中に送っていいですか?どうぞ。うん。あ、やっぱお礼あるんだね。新種を渡せばお礼がもらえる。お!赤いパンジーの種。はん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 。植えて何日か経てば綺麗なお花が咲く。なるほどね。それを売ることもできたりするんだろうな、多分な。いいぞ、いいぞ。で、マイレージで、DIY のレシピを増やそう。お!いいね。マイルゲット。雑学の代表。肩書きももらえたんだ。そんなもんかな?あとは、生き物図鑑。これか。このアプリでは、あなたが捕まえた虫、魚の情報をチェックすることができます。ふん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 。モンシロチョウ、生息時期3月。なるほど。月によって、いるとかいないとか、時間帯もあるのか。こりゃ大変なことですね。まあまあまあ、この辺の蝶はいつだって大体いるよと。ガなんてもうしょっちゅういるよと。ただ時間は夜だよということだね。なるほどな。あとはレシピで、丸太の杭、焚き火、巣箱葉っぱの傘、木製テーブルミラー。とりあえず、斧作りたいな。
やばい、しようかな。する。お、しょぼい斧。ああ、木の枝が足りないか。木材が必要なんだな。鉄鉱石だって。なんすか、それ。柔らかい木材。なんか材料もいろいろあるんだな。葉っぱの傘とかは何に使うんだろう。雨が降った時に刺すとかなのかね。とりあえず、木集めてこよう、木の枝。よし。あと釣りもしたいしな。結構、やりたいことが山積みだね。おれ、おれ、おれ。リンゴとかは、どのぐらいのタイミングで、なったりするんだろうな。多分、一日ごととか何日ごととかあるんだろうね。お、よいしょ、アゲハチョウかな。違うな。なんだこれ。モンキチョウ。黄色くてキュート。モンキチョウを捕まえたぞ。こいつらよろしくやってんじゃん。なんだよ。ヒューヒュー。でも、俺が考えたこととはいえ、あの二人が急接近してしまうと、俺が自然的に一人になるんだが、そういうことまで考えてなかったな。まず、捕まえたモンキチョウを、タヌキチに、横流ししてもらうと。博物館に送るって言ってるけど嘘だろうな、多分な。なんか、あるんだろうね。そういう生き物を売るシンジケートみたいなところに売ってるんだろうな。新種っていうか、なんていうかだけどね。モンキチョウ。モンキチョウかね。はいはい、そういう手ね。どうぞどうぞ。多少は悪いことにも手を染めていかないとな。俺もそれと知りつつも、やっていかないとね、島での暮らしが成り立たないからな。お、一つ言い忘れたことがある。強い品種だから植えるだけで勝手に育つはずだけど、毎日水やりして丁寧に育てれば、増殖したり交配させて、珍しい色の花を咲かせたりすることもできるだろう。なるほど、ちょっと難しそうだぞ。お、またなんかくれるのかい？スマホに、お、ジョウロのレシピ。あ、これありがてえな。まあまあでもね、日頃ごひいきにさせてもらっているからということで、ジョウロをくれたな。ギブアンドテイク。話のわかる社長でよかった。よしよし。あとは、その生物が売れるのかどうか。例えばじゃあ、モンシロチョウは？あ、いくつか複数で売れるのか。まあでもとりあえず、値段を見てみる。虫を買い取ってもらえますか？あ！案外いい値段で売れるな。アゲハチョウ。おお、アゲハチョウはやっぱ値段高いな。やばい、結構金持ちになってきたぞ。サンドダラ。これは、見つけた貝殻だな。これじゃあ売ります。二つで、240。いいね。よし。結構いいぞ。したらこれで、タヌポートでもなんか、あ、そうだ。特典があるんだね。50マイルもらいました。タヌキショッピング。こうやっぱ高えな。あー、メガネ880。やっぱね、僕メガネ好きなんで、メガネはちょっと買おうかな。あ、後日お届けなんだ。なるほど。ちょっとじゃあ待たなきゃだね。ニーハオ T シャツ。7番玉の服。なんだろうね。なるほど。おしゃれをするにも何にもってことか。お金がかかるんだな。ジーパンぐらいは買っときたいけどなぁ。1120円か。ちょっとお金が足りんわ。ふむふむ。よし。とりあえず DIY しちゃって。わぁ、ジョウロも欲しいなぁ。柔らかい木材ってのがいるんだ。
とりあえずじゃあまず斧からだね。斧を作りましょう。ガッチャガッチャ、キッキッキッ、パッパドン。しょぼい斧ができました。あとは、ちょっと何に使うかわかんないけど、葉っぱの傘も作っておこうか。焚き火。焚き火もちょっと作っとこうか。ガッカガッカ、ゴッ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 。よし。あとは、葉っぱの傘。何に使うのかね。グッ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 。あ、普通の傘に見えるが。こう、俺が作ってる間なんか見られてて、出来栄えを見られてるのって嫌だね、なんかね。種マイレージがまた溜まってます。通販三昧。ライフラインだな、もう。たぬきショッピングのご利用に応じてマイルをプレゼント。おぉ、300。インターネットサーファー。ありがたいよ。よし。これで斧を手に入れることができたぞ。斧があるということは、まあ、何か有事の際には武器としても役立つってことだね。例えば、まあ、お腹が減っちゃったな、どうしようかな、っていう時に、これで、これでっていうことも可能なんだね。まあまあまあ、今は大丈夫だから。大丈夫だから。早速じゃあ、切ってみようか。なるほど。こうやればいいのかな。さい！なんか出てきた。これは？硬い木材が出てくるのか。さい！これは？あ、普通の木材。なるほど。種類がいくつかあるんだ。全部切り取ることはできないのかな？なるほど。木を切るって言っても、ちょっとだけ削るっていう感じなんだ。それはどうなんだろうね、植林的には。いいのかな？硬い木材と多分柔らかい木材も出ているな。あー、木材3種あるんだね。結構俺すぐパンパンになっちゃうな、そしたら。じゃ！蜂の巣だ！なんだ？いやいや、ちょっと助けて！助けて！助けて！木の裏で押されてる！ん？あ！蜂に刺されちゃった。蜂に刺されたが平気だったな。蜂の巣ゲットしたぞ。やったぜ。これ、俺薬がないと大変ってこういうこと？あんま気にしねえけど。おい。体力ゲージとかあるのかね。とりあえず木材をでもたくさん集めときたい。1個の木から3つの木材がランダムで出るよと。よし。なんか携帯電話が反応したが。お、森のウッドカッター。無人島の発展は狸開発の目標だな、もう。木材を切り出した数に応じてマイルをプレゼントだって。へぇー。某プロデューサー。なんだろうね、某って。ちょっとわからない。すごい、お岩さんみたいになっちゃったなぁ。でもなんか案外似合ってるよね。案外似合ってるけどな、お岩さん。お岩鉄塔として生きていこう。お、なんだ、あ！しょぼい斧が壊れちゃっただって、お世話になりました。そうかー。耐久度案外なかったなー。でもまた何か、道具クラッシャー。壊れるまで道具を使い込んだのはいっぱい頑張った証だなも。なるほど。道具を壊すのもまたっていうことか。はぁ。それはいいとしても、ちょっともうちょっといい斧欲しいなー。そしたらなー。まあ、とりあえず、しょぼい斧と、よし。あと、じょうろを作っとこうか。あ！柔らかい木材が足りんとな。なるほど。なんか、また溜まったぞ。ちょいちょい、マイレージが溜まっていくね。道具作り。ものづくりの愛好家。いいね。
せいせい。ちょっとアイテムがパンパンだな。どっかにしまえないっけ。しまうとかないのかな。段ボールに入れておくとかできないのか。あ、ダメなんだ。ギンガムチェックのシャツ。あ、壁に飾るっていうのもあるんだね。テントの壁には何も飾れないよ。なんでそんなこと言うの？ショック。あ、なんか知らんけど服も飾っとくことができるんだな。ここにあったら邪魔だろうけど、まあまあまあいいか。わかりやすい。で、じょうろを作りましょう。しょぼいじょうろができました。畑も作りたいけど、ちょっと釣りも試してみたいんだよな。確かこの辺に魚影があったはずなんだが、どこ行ったか。あ、いた。ちっちゃい魚だな。さい。どうやって釣るんだろう。おそらく A ボタンだと思うんだけど。流れていっちゃう。あれ？無反応じゃない？あの魚。もうちょっと上でやんなきゃダメかな。さい！これでうまいこと流れていったら、あ！反応あり！チュン！ツン！うぅ、来た！連打かな？よし！なんだ？これは、ブルーギル。釣れちゃったって言わないで。どういうこと？ブルーギルをバカにしたのか、俺をバカにしたのか、それとも両者なのか、複雑ですが。川魚と海魚がいる感じがするね。ちょっと離れすぎかな。魚はこれいいんじゃない？焼いても食べられるし。おい。つい！なんだ？え？クリオネ？ちょっと天使な気分。ポケットがいっぱいで、ああ、やばい。クリオネ気持ち悪い。なんか今気持ち悪い。あれ今、なんか気持ち悪いことなってたけど、ねえ。クリオネ、そうだな。とりあえずじゃあ石ころと入れ替えようか。パンパンだ。気持ち悪かったな、クリオネ。まあでもとりあえずこれは、きっと、社長が買い取ってくれるだろう。高価な。シンジケートに送ってくれるだろう。社長捕まえてきましたぜ。生き物を見つけましたよと。まずは、ブルーギル。俺だよ。口調からするとブルーギルかな。博物館長に送ってください。よし。お、どうしたどうした、電話？館長からかい？館長という名前の、ふーたさん、どうもどうも。え、新しい授業？おかげさまでぼちぼちだな、もうなんか手広くやってんだな、多分な。今、てって島で、てって島で、住み込みの管理人みたいなことやってるんだけどね。でね、ふーたさんに見てもらおうと思って、お客さんに手伝ってもらって島の生き物を採集してるだな、もう。うん。どれぐらい集まったかって？ひーふーみー。今のところ5匹だな、もう。うん。なんか嘘くせえな。そうなんだな、もう。うん。わかったよ、任せてたな、もう。今実は接客中だから、また後でかけ直すたむのじゃんぬむ。なんだなんだ。お待たせだな、もう。今ちょうど例の博物館長、
ふうたさんって言うんだけどね。島の生き物のことを話したら、案の定すごく興味を持ってた誰も。なるほど。金になると踏んだのかな。それでなんならこの島に直接調査に来てくれるって話の。へぇ、ふうたさんが？なんだなんだなんだそれは。ほうほうほう。ふうたさん用のテントを設営する場所を見つけてきてほしい。ちょっと広めのスペースが必要らしいけど、容量は鉄道さんのテントを張った時と同じだから。よろしくー。なるほど。ふうたさんが来ると、いうことになったらしいが、俺はふうたさんのことをよく知らない。闇のシンジケートの存在だということしか知らないんだよな。艦長と呼ばれる。艦長というコードネームの闇の組織の住人だということしか知らないので、あまり近くにはいない方がいいだろうな。うん。ふうたさん用のテントを手に入れているが。俺からは離れた場所。ただ海のそばっていうのもね。ここ光ってるのが気になるな。艦長のそばは光ってていいんだろうか。この辺かな？でも。この辺にしようか。広っ！想像してみると？どんな感じのテントなんだい？あー、結構立派なテントなんだね。ここに決めちゃおうかな？まあ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 、いいでしょう。じゃあ、ここに艦長を呼ぶことにする。お！たぬき開発。ふうたさんのテントの場所を決めて、なるほど。後日ってことなのかな？ふうた様テント予定地。よくしてるね、やっぱりね。ただならぬ関係なことだけは伺えるが。よし。とりあえず、クリオネも、流してもらうか。お！ふうたさんのテントの部署いいとこあっただな。バッチリです。さすがだな、どうもありがとうね。ふうたさんにも、もう明日からも来てもらえるようにって連絡しておくだな。ところで、鉄道さん。周りの方も順調に溜まってきてるだな。せかすわけではないけど、わー、結構せかされてるなー。なるほどね。溜めるコツだったら教えてあげられるかもしれないから、いつでも相談してね、と。せかされてるね。お前大丈夫なんだろうな、支払いの方は、と。怖えな。とりあえず、あ、ふうたさんを呼んだから、シンジケートに流す仕事がなくなったんだな。移住費用のこと、相談させてください。でももうちょっとなんだよな。5000マイル。なるほどね。もうちょっとなんだよ。もうちょっと待っててもらおう、だから。荷物をしまえる何かが欲しいけどな。それはまた別の話なのかね。とりあえず、服邪魔だな。服を、家の中に飾っとくか、服は。この辺に、洋服を飾ると。あ、置ける場所がない。よし。クリオネ見せびらかす。はい。畑どうしようかね。木が邪魔でさ、畑にしたいんだけどな、俺のテントの前とか。まあじゃあとりあえずここら辺にやってみるか。赤いパンジーの種を一個植える。あ、なるほど。畑って感じじゃないね、ちょっとね。なんか雑草と区別つかなくなっちゃいそうだな。これがパンジーなのかい？なんだろうね。植えてるのかな？で、ジョウロを手に持ち、水は入ってるのかな？水は入ってるっぽいな。
水をかけてあげると。うん、よし、なるほど、水をやったらキラキラと光るんだね。うんうんうん。いや、もうちょっと釣りを楽しむとしますかね。お、あ、これでかい大物だぞ。ちょっと釣りづらいな、でも見づらいけど大物がかかるんじゃないか。反応あり、来た。ちょっと見えづらいけど、あれ、いなくなった、やられた、逃げられた。ちくしょう、こういうとこにもいたりするのかな、池的なところにも。あ、大物発見。これでかいぞ。わあ、なんだこりゃ。これは鈴木。鈴木。おお、カレー。ヒラメ？カレー？カレー。お前はカレーだ。泥にまみれる声が聞こえるな、魚住からの。オッケーがいっぱいか。諦めるか。あ、あー、消防闇が壊れちゃった。結構すぐ壊れるね。マイレージは溜まったようだが。昆虫ハンターへの道。あ、やった！ 5000 マイル溜まったぞ。おうおう、これどうなるんだ。さて、続きからになっておりますが、急に雨が降ってきましたね。何でしょうか。天候が変わるとかあるんだね。傘差しといた方がいいのかな。差し方下手すぎて全部体に当たってるけど、まあまあまあ、あ、あ、カタツムリだぞ。なるほど、天候が雨だと雨で、あ、ちょっと待って、あ、いなくなった。ん、なんで今傘を回すっていうなんかがあるの。なんだ、雨の時じゃないと捕まえられない何か。あ、魚影あり。雨じゃないと釣れない魚とかもいるかもしんないな。おい、それー、これは何ですか。鯉。鯉を釣り上げた、かっこいいと炸裂してしまいましたね、私の天才的なギャグが。ギャガーだな、骨が。あー、持ち物がいっぱいか。よし、とりあえずマイルが溜まったのでその報告に行こうか。これで借金生活ともおさらばになるのではないでしょうか。おい、社長。さん、どうもどうも。相談というか、なんというかね、移住費用支払いたいと思います。払いに来ましたよ。これで解放される、ようやく闇の仕事から払います。あー、大変だったぞ。5000マイル確かに頂戴しただも、あとはもうご自由に暮らしを楽しんでもらったらいい。お、なるほど、ほうほうほう。ちなみになんだけど、江戸さん、テント生活の具合いかがだなも。うーん、まあ悪くはないけど、いいとも言えないね。まあ普通かな。まあ普通ってことは、この環境に馴染めてるってことで安心しただなも。ちなみに、もし普通以上の快適な暮らしをしたいってことなら、移住パッケージでご希望の方には、マイホームを建てるオプションサービスも提供させてもらっている。つまり、また借金が増えていくと。こんな離島にお家を建てるの大変だから、それなりに値は張っちゃうけど。マイホームの購入にはローンを組むことができるから、そこのところは心配なんだもの。ローンですか。金利はいくらなんでしょうね。お家に興味が湧いたら、また相談に来てちょうだいんで。そうそう。それともう一つ。タヌキマイレージのマイル交換サービス登録が完了しただなも。なるほど。タヌポートにアクセスするとマイル交換サービスをご利用いただけるから、こちらもぜひチェックしてみてね。それじゃあ今後とも無人生活を楽しんでちょうだい。ほう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 。
とりあえず何かマイレージが溜まっているようなのでチェックしましょうか。異常費用マイルバック、無人島移住パッケージプランの費用お支払いありがとうございました。移住費マイルバックキャンペーン中につきいくらかマイルをお戻しさせて、あ、優しいじゃん。いくら500か、10分の1返ってきたな。まあまあ何もないよりはね、何もないよりはいいでしょう。ちょっとね、でも倉庫みたいなものが欲しいんだよね。倉庫が欲しいんだな、もう。マイホーム建てれば倉庫ついてくるかな、自然と。ちょっと相談してみようか。マイホームの相談をしたいんですけど。マイホームのキッチンがついてたな、もう。テント生活も楽しいけれど、本格的に根を張るなら、お家の方が広くて快適に暮らせるんだな、もう。この根を張るっていうのは値段が張るとかかっているんだね。恐ろしい。タヌキチ。ちなみにお家をかけるとしたら、9万8000ベルのローンを新しく組んでもらうことになるけれど。異常な高さ。こいつ。なんかね、もうちょっとさ、なんていうの、まあ、マイルストーンじゃないけど、うまいことね、かかってるけども。5000から始まったなら次は1万とかさ。そのぐらいでスタートしていくのかなと思ったら違ったね。10万だったわ。恐ろしや。これ、ローンはいくらになるんだろうな。借金生活がまた始まるのか。でもしょうがないね。こうお願いするしかない。なぜなら、俺は、こいつの元でしか今行動ができないからな。工事の手配を進める。屋根の色は8色の中から選んでもらえるだなも。好きな色を選んでもらえるだも。あー、8色か。まあね、一応なんか、僕三人称というグループに所属しているわけなんですけども、テーマカラーみたいなのがありまして、なんだか知んないけど緑を当てがわれているので、緑に行きましょうか。屋根の色は緑ね。じゃあこれでテッドさんのマイホームを注文しておくだなも。それから、マイホームを購入された方は、タヌキマイレージの、お、会員ランクは上がるのか。タヌキマイレージのランクが上がるというのは、でもなんかこいつのやはり、手のひら。棚心だな。転がされている感じがするけれども。ちょっと待ってね。スマホで解決できるんですか？会員情報を更新しておいた。もうほんとお手軽なんだね。ほんとこいつの、指一本で何でもなっちゃうんだな。上がるも下がるもこいつの自由か。タヌキマイレージのアプリを開くと、タヌキマイレージプラスのサービスが利用できるようになってるはずなんだもの。タヌキマイレージプラスっていうのは特別な条件で追加のマイルがもらえるお得なプログラム。ああ、でもまあまあありがてえな。借金を返すためってことだね。詳しい説明はアプリを起動した時に出てくると思うから、また時間のある時にチェックしてみてね。説明は以上。明日マイホームが完成か。明日結構いろんなことが起こるっぽいぞ。じゃあまあチェックしてみますか。タヌキマイレージプラス。タヌキマイレージがプラスになりました。お客様の会員ランクが上がり、タヌキマイレージプラスのサービスをご利用いただけるようになりました。タヌキマイレージプラスは日々の暮らしでより手軽にマイルを獲得いただけるお得なサービスです。会員限定の交換アイテムもあるらしい。ああ、いいね。お、なんだこの上のは。ん？マイレージプラスっていうのを選べばいいのかい？船一本釣りキャンペーン。貝買い取りますキャンペーン。マイルを使ってマイルをゲット。植樹で緑を増やそう。経済を回そうショッピング奨励キャンペーン。なるほど。こういうのをやっていくと、マイルがもらえる。例えば、船を釣れば、200マイルもらえるよ、ということなんだな。はい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 。それは了解しましたが、とりあえず、売れるもん売っちゃおうか。よし。全部合わせて。おー !2700 ベル!これは来ました。売っちゃう。よし。ふぅ。お、早速何かが反応しておりますが。フルーツ狩りを楽しもう。フルーツを売った個数に応じてマイルをプレゼント。なるほど、なるほど。特産フルーツはよその島で売ると高く買ってもらえることがある。
よその島？島はここだけではないのか。未熟な関係。うまいこと言ってるね。なるほどな。何もなしと。お金も貯まったことだし、なんか買いたい気分でもあるが、散財したいなぁ、もうこの借金。現実逃避のために散財したい。ピクニックバスケット、暖房。これは家具なんだなぁ。初めての DIY レシピ。データで販売している DIY のレシピ集。まあこういうのは買っといた方がいいよね。買っておこう。はい。スマホで解決か。データ社会だな。はい。お薬買っとこうか。体ずっと、まとめて買える。まあ、とりあえず1個で。よし。とりあえず、じゃあ、お薬使おうかな。お薬を飲むと治るんですか？うわぁ、何の薬だろう。気になるわぁ。どういう薬で治ったのかが気になるけど、マイレージはまた溜まったらしい。お買い求めありがとうございます。ああ、散財したからマイルがもらえると、なんか不思議な、あれだね、一人前の消費者。まあまあまあいいでしょう。マイルを貯めるのは大事なことだ。何せ次は9万8000だからの、作業代も借りて、お、積み木のおもちゃと洗濯桶。石のスツールとフライパン。これはなんだ？干し草のベッドか。はあ。まあ、虫取り網を作っておくべきかの。また借金が増えてしまった。ただ、お家はできるらしいからな。ここにできるのかな？どこにできるんだろう？俺のテントが壊れて家になるのかな？ちょっとわかんないね。とりあえず、もうちょっと魚釣りを楽しんでおこうかな。フナを釣りたいね、フナを。土壌？これは？土壌だ。あら、エッサッサーだって。土壌救いの音楽が流れた。お！なんかでけえの釣ったぞ。ブラバス。ブラックバスだ。ブラックバスが生息しているのか。ついっ！あ！またクリオネだ。ちょっと天使な気分。このクリオネちょっと、ああ、ポケットがいっぱい。なるほど。わあ、気持ち悪い。やっぱりなんかなってるよね。あとなんか砂浜からもビュービュー何か潮招き的なものがなってるな。クリオネが釣れる。クリオネって流氷の妖精みたいな言われ方してるから、北なのかな？北半球。南の島っぽい雰囲気はあったが、北の方なのかもしれないね。クリオネ売りに来たぞ。俺は。クリオネは？センベル！うわ、高い！売っちゃう。やったぜ！これクリオネ狙いはいいぞ。お金儲けできるクリオネを狙えば。あとそうか。通販商品は一日経たないとやってこないということは、欲しいなってちょっとでも思ったら買っとくべきなんだね、多分ね。多分そうだな。お、マイル交換サービス、そういえばそう、あったな。って言ってたね。何交換してくれるんだろう。ちょっとそれもチェックしておくべき。マイル旅行券。旅行券？なんだろう。地下から出るみたいな。開示的な発想だと一日外出券みたいな感じだけど。飛行場にお持ちいただくと、特別なツアーにご参加いただけます。詳しくは飛行場でお尋ねください。特別なツアー、なんだろうね。マイデザインプロエディター。なんかいろんなものがあるな。プロフェッショナルなデザイン機能を追加。普通に使える道具レシピ。うわ、絶対これいいやつだな。
道具すっきりお気にリング。お気に入りの道具を手軽に持ち帰るお気にリングの利用が可能になる。あー、これなんか重要そうだな。ポケット整頓テクニック。あ、これなんだ。ポケット収納のコツ。うわー、これ絶対欲しいやつだ。5000マイル。わ、ヘアアレンジとかもある。わー、欲しい。アイマスク。あ、ナップサック？ナップサックは別に中に何かが入るだけじゃないのかな？ラグマットとかもあるんだ。うぅ、欲しいけど、マイル。マイル足らんし、使いたくもないんだけどな。でも、この辺は絶対持っといた方がいいだろうな。道具好き。いやー、まず整頓テクニックからだな。5000貯めなきゃ。マイルを5000貯めなきゃ。大変ですぞ。逆にお金は手に入りそうだけど。デニパンいっとく？やっぱ、ジーンズの似合うベストジーニストを目指してデニム買っとこうか。お出しを。よし。あとは、まあ、あとはいいかな。日替わりだっちゅう話だしね。それー、なんだこれは。金魚？タナゴ。タナゴってこんなちっちゃいんだ。あ、釣り竿が、もう壊れた。早いなー。そしてまずいなー。アイテムパンパンだ。なんか、いくつか持ってるものを置いといた方がいいね。傘。とりあえず傘飾っとこう。飾られてるのか、これは。置いただけに見えるけどな。スイッチ触ってみようか。お！なんか始まったけど。電源がついただけか。なるほど。充電もったいないし消しとこう。電池とかはどうなってんだろうね。そういうバッテリーとかはくれてんのかな、ちゃんと。やば！殺される！逃げろー！助けて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 ー！あぶねー！おさいさん。ここでおさいさんは暮らしているんですね。案外暗い中、ずっと閉じこもってるんだね、おさいさん。よきたね。雨が止むまでゆっくりしていきな。はね。世間話でもしましょうか。そや、昨日はよく眠れた。この島は夜になるとマジで静かだよね。おかげで朝までぐっすりだけど、うちはもうちょっとぐらい賑やかでもいいかな。はね。はねえな。おさいさん。おさいさん、セーラー服着てるけど、学生さんなのかな？それともそういう趣味をお持ちなのか、あるいは誰かの趣味なのか。まあ、皆まで問うまい。蜂はどっか行ったかな？ふぅ、危ないところだった。逃げ切れたな。XL にも話を通しておくか。一応、おさいさんのテントに侵入しちゃったことも伝えとかないとな。ああ、なるほど。こっちの方がちょっと明るいね。よ、よく来たな。クリックスルーでってくれ、ゴンス。話を聞きに来たよ。おお、おいらの俺の帽子かぶってくれてるのか。聞いてくれてよかったよ。結構似合ってるぞ、ゴンス。ふむ。彼らとはうまくやっていけそうだね。なかなか気のいい奴らじゃないか。ただ、枝を手に入れるのもひょっとしたら難儀なのかもしれないな。あ、蜂の巣だ。これだけもらってこ。よし、逃げろ。これ蜂の巣、絶対いいお金になるでしょう。なんか蜂蜜とか作るのにひょっとしたら使えるかもしれない。養蜂できるのかな、養蜂。養蜂で一儲け。ロイヤルゼリーで一儲けしたいところなんだが。とりあえず、2個もいらないから1個売っちゃおうかな。あ、
ックしてるな。魚はスタックしないけれど、蜂の巣はスタックするのか。なるほどな。まあなんとなくだけど、今日やれることはこのぐらいなのかな。えい！あ！来た！カタツムリ捕まえられるんだ。でんでん、むしむし。いいね、それは。あと一匹捕まれる。カタツムリ売れるかな。さい！よし。カタツムリも売っちまおう。頼もう。売りに来たぞ。ってか、こいつほんと何でも買ってくれるな。カタツムリ売りに来たなんて聞いたら、俺だったらちょっといいですかってなるけどね。カタツムリは、お !250! まあまあまあ、いいんじゃない？よし。あとそうだ、一個忘れてたことがあって、私のこの今着ている相対カラー、猫カラーのシャツなんですけども、デザインね。これね、あのね、書き忘れてるんだよね。ヒゲを書き忘れてることに今気づきまして、ちょっと書き換えてヒゲを付け足そうと思います。大事なヒゲがね、抜けてたわ。ヒゲ書くスペースないな。しまったな。繋がっちゃったよ。伝わっかな、これでヒゲだよって。なんかな。色変えればいいかな。もうちょっとカラフルにしてみる？したらまた雰囲気も変わるかね。まあ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 。まあ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 。うん。本当はね、もうちょっとカラーが違うんだけど。まあ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 。なんとなくわかる。なんとなくやりたいことは伝わるんじゃないかな。耳の中もなんかちょっと、ピンク色とかにしようか。うん。なんかいいんじゃない？伝わるよね、これね。どういうことになっているのかは。わかるんじゃないかな。いいでしょう。これで出来上がり。相対にしてと。ああ、いいじゃん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 。これ、あ！いいじゃないですか。ほら。どうですか？全面にちょっとあしらわれてるのがあれだけど。なかなかいい出来になったな。よーし。いいぞ。じゃあ、とりあえず今日はここでいいかな。で、また明日になったらまたできることも変わるでしょう。ちょっと、あれだね、だから一日でできることが逆に少ないから、難しいね。うん、どういう風に進めていくかもちょっと考えなきゃいけないな。まあまあまあ、とりあえず今日はここまでにして、明日また何かいろいろなことをやっていきましょう。皆さん、たぬきちだなも、ただいま2020年3月22日、日曜日の午後4時6分なんだも。しっかり言ってくれるんだね。俺がいつ、どこで動画を撮影し始めたかとかもバレちゃうじゃん。日曜の午後4時、暇なんだなってことバレちゃうじゃん。やめてや。せっかくの日曜日なのに、みたいな。さて、本日のニュースは、なんと本日、ふうたさんと、あ、ふうたさん来たんだ、とうとう。あの、博物館の人だね。ようやく来た。ふうたさんは鉄塔の生態系に興味を持たれ、複雑だなぁ。なんか島のことというより俺自身の生態系に興味を持たれている感が出てしまっている。調査のために移住をしてきたんだも。島の皆さんにもぜひ調査にご協力いただきたいということなので、興味がある人はふうたさんのテントを訪ねてあげてね。それじゃあ今日も一日楽しんでちょうだいね。なるほど。まあ、一日経ちましたので、新たな住民が増えましたということなのかな？それでいいのかな？メールも届いてますね。まずチェックしましょう。あ！届いたね、とうとう商品が。まずは、ハッピーホームアカデミーから何かが届いたぞ。
新築おめでとうございます。そういえば気がつかなかったが、家が建っている。これがマイハウスなのかな。突然のお手紙失礼します。我々はマイホームにお住まいの皆様に住みよい部屋作りのアドバイスをお届けするハッピーホームアカデミーと申します。どうぞよろしくお願いいたします。新築のお祝いを同封いたします。ハッピーホームアカデミーというすげえうさんくさい雑居ビルのなんか上の方で密かにやってそうなところからところに頼んだんだね、部屋作りを。プレゼントはでもなんかくれたと。ああ、ありがとう。あとはたぬきショッピングからオーバルメガネと、ガー、そうか、ちょっと待ってね。ああ、これが私の家か。我が家、草生えてる。なんか緑色いいね、コントラストが効いてるじゃない。ちっちゃかったな、でも思ったより。ちょっと早速入ってみましょう。はい、家の広さはどんなもんだろう。お、マイホームの完成おめでとうございます。快適な暮らしのアドバイス。電気のオンオフ、あ、ちゃんと電気のオンオフしないと。じゃあ電気代とかかかったりすんのかね。模様替えモードと、あ、収納を開く。収納もらえたの大きいな。部屋の明かりをつけたり消したりできるよ。手軽に模様替えできるよ。収納が開けるよと。家具や装備品を選んで収納できます。支度内でポケットを選んでもいいんだ。ん？あー、なるほどなるほど。こっから例えば入れることができるのかな。とりあえずプレゼント開いて、木製ミニテーブルの作り方か、覚えて。ふみふみ。木製ミニテーブルのレシピを覚えた。これでテーブルが置けるんだね。じゃあまあ例えばリンゴを、あ、収納する。そうすると、収納ボックスにリンゴがある。あー、これは便利。ありがたい。桃もとりあえず収納しとこう。とりあえずじゃあ、プレゼントもう一回もらっちゃうか。プレゼントっていうか、買ったものもらってこよう。よしよし。まず、オーバルメガネと、パンツ。デニムパンツ。よし！早速着替えちゃおうぜ。オーバルメガネ、開ける。おー、出た。デニムパンツも開ける。出た。身につける。あー、いいね、いいね。で、メガネを身につける。あー、いいね、いいね。なんかでも、男の子っぽくないよね。女の子みたい。ああ、でもいいじゃない。なかなかいいぞ。そしたら、まあ、収納しちゃおうかな。こういうものはね。で、この服も収納しちゃおうか。あ、なるほど。こうやって回すこともできるんだ。へえ。なるほど。まあ、模様替えはまた後ほど行おうかな。家具とかちょっと作ってからにしようか。よしよし、いいぞ。いいぞ、いいぞ。なんかやれることが増えてきたね。では、まず水をやってと。なんか全体に撒くみたいなのができればいいんだけどな。たぬきマイレージプラス。何か増えたかな？水やりで花のある暮らし。水やりをして丁寧に育てたお花はどんどん増えたり、珍しい色の花を咲かしたり、綺麗に咲き誇るダナモということでマイルをいただきました。300。いいね。木の計らい。お、夢のマイホーム。自分好みに建てたマイホームは、暮らしやすさも桁違い。うん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 。ワンルームのぼっち。うるせえって話だけどな。なんでわかったんだ、俺がぼっちなこと。レシピももらえたぞ。オカリナ？粘土。粘土なんてものもあるのか。はー。なるほど。いいね。お！これがそのテントですね。あー。フクロウのマークがついてるんだね。頼もう！館長と呼ばれるコードネームの男が女か。あ！フクロウだった！本当のフクロウなのか。
すげえ見てくる。フータ、ほうほう。あ、なるほど。フクロウでフータなのか。はじめまして。私、フータと申します。鉄塔の生態系に興味を持ちまして、目の前で言うんじゃねえよ。調査のためにやってまいりました。もしあなたは、このテントの場所を決めてくださった鉄塔さんですか？そうなんです。やはりそうでしたか。やはやおかげさまで、無事移住することができました。調査のためとは申しましたが、私、この島に博物館を建てて永住する決意で参りましたので、今後、新種の虫や魚を発見した際には、ぜひこちらにお持ちください。博物館が完成した暁には、たぬきちさん経由でお預かりした生き物も含めて展示いたしますので。なるほど。まあ、どんどん持ってこいよと、変わらずにね。ああ、だから、たぬきちさん経由ではなく、今度は直接やり取りをしたいっていうことだね。だから結構見込まれてるのかもしれないな、俺のこの虫集めたりする能力。ちなみに、肝心の博物館ですが、こちら少々問題がございまして。どうやら開館の許可をもらうためには展示品の数が足りないようなんです。なるほど。少し前まではとりあえず箱だけ作るなんてことも日常さん、箱だけっていう言い方するのもなんかすごいね。結構なんだろうな、今までやってきてる感じがするね。最近はさすがに厳しくなったようで。ちなみに私のプランとしましては、虫と魚以外に化石の展示室も作りたいと思ってるんですよね。見たところこの島には川の向こうにも土地があるようですが、ああいう未開拓の場所にはロマンと化石が溢れていると私は思うのであります。ふむむ。ほほ！無人島生活っぽいいいアイデアがあります。鉄塔さんのスマホにちょっとデータを送りますね。勝手に人のスマホにアクセスし始めた。どうなってんのかな？俺フリーなのかな？俺の今セキュリティの状態って。なんか届けられたぞ。島で手に入る木材を集めて長い高飛び棒に加工すれば、棒高飛びの要領で川を越えられるはず。橋という発想はとりあえずないようだな。化石を掘り起こすのに必要なスコップの作り方と合わせて DIY 用のレシピをお送りしましたので、もしよければ川の向こうに化石を探しに行ってみてください。スコップか。あの光ってるところ行けそうだね。ご挨拶のだけのつもりがすっかり話し込んでしまいました。とにかく博物館を建てる許可を得るには展示品があと15種類必要なので、寄贈のご協力をお願いいたします。有無を言わさず集めてこいという圧力を感じましたが、まあでも結構あるんだよな。15種類はなかなか大変かもしれないが、10種類ぐらいは、出ないかな。ワクワクしてる。まずは、鈴木。ほらよ。あ、これはどこからどう見ても鈴木ですね。鈴木という名の、その鈴木というのは果たして、人間の鈴木でないことを祈るばかりだよね。よろしければ、鈴木についてちょっと解説しましょうか。お願いします。聞かせて。喜んで。鈴木はですね、成長とともに名前が変わっていくいわゆる出世魚です。鈴木と呼ばれるのは大人だけでして、子供の時の名前は地域によって違うんです。年齢に応じた呼び方って人によってはデリケートな問題だと思うのですが、まだ鈴木と呼ばれたくないとか、早く鈴木になりたいとか、やっぱりあるのでしょうか。とまあこんな感じでございますです。はい、なるほど。お、展示してくれますよと。あーなるほど。その代わりあれだね、たぬきち市長じゃない、村長、町長なんだあいつはに渡した時にはなんかもらえたけど、この人に渡す時には何も見返りがもらえないんだな。信頼みたいな感じなのかな。まあどんどん寄贈しちゃいましょう。ほほ、これは間違いない、タナコですね。よろしければ解説お願いします。タナゴはキラキラした銀色の体が人気で、熱帯魚と一緒に飼われたりしていますが、実は釣りの世界でも有名でして、世界最小の釣り魚なんて呼ばれています。タナゴの小さな体に合わせた繊細な仕掛けが必要なため、昔はお金持ちの道楽でもあったとか。へえ、そうなんだ。まあしょぼい釣り竿でも釣れてしまうみたいですけどね。お前の腕でも釣れたけどな、みたいな言い方されたな。ふむふむふむ。なんかためになるな、この人からのお話は。はい。濃いですね。
恋についての解説ってなんか違う意味に捉えちゃうよね。俺も知りたいな。そっちの恋についても知りたいけどな。恋はですね、釣りたい時に限ってなぜか釣れない不思議な魚です。あー、なんかダブルミーニングというか、恋愛についても教えてもらってるみたいな感じ。というのはさておき、恋の歯って見たことありますか？喉のところにあるんですけど、貝殻みたいな硬いものでもバリバリ噛み砕けるぐらい強いんです。うっかり指なんて入れたら食いちぎられちゃうかもしれませんよ。そんなおっかねえんだ恋って。自分は指の心配いらないか。なぜなら昔粗相してしまって今指がないんですよね、みたいな話ではない。とまあこんな感じでございます。なるほど、どこからどう見ても同情ですね。お願いします。土壌はですね、ニョロニョロした見た目が気持ち悪いのですが、実はありがたい魚です。鍋や天ぷらは美味しいですし、毒を消す薬としても古くから使われてきたのです。人も魚も見かけで判断してはいけないということですね。なるほど、薬にもなってたんだ土壌って。カレーですね。カレーについてこのカレーってなんかね、3種類の意味があるから、どれなのかなんかちょっと複雑な気分になるよね。まあ僕の年齢的なことを考えると、匂いとかがしそうなカレーなのかな。お願いします。カレーはですね、よくカレーだよね、だからね、イントネーションは。カレーはですね、よくヒラメと比べられる平べったい体の魚です。ヒラメとの一番の違いは実は口です。カレーの歯は細かくておちょぼ口ですが、ヒラメにはギザギザの鋭い歯があるんです。左ヒラメの右カレーなどと言われ、目の位置で見分けることもできるのですが、地域によって個体差が激しく正確に見分けるのは難しいんですよね。カレーはおちょぼ口と覚えておいてください。へえ、カレーの口はあんまり見たことなかったな。気にしたことなかったね。お願いします。ブラックバスはですね、力が非常に強いのでスポーツフィッシングで人気の魚です。国によってはこの魚を専門に釣るバスプロという職業もあるそうです。その一方で生態系を壊す外来種として駆除すべきという考え方もあるなど、難しい問題を抱えている魚でもあります。池の水全部抜いちゃいましたみたいな番組だと、ブラックバスいっぱいピチピチしてる気がするな、抜いた時に。とまあこんな感じでございます。なるほどね。栗をね、聞かせてもらおう。クリオネはですね、正式名称をクリオネリキリマキナと言います。リマキナ、へえ、初めて知った。その意味はナメクジっぽい海の天使。なるほど、ナメクジっぽいっていうのがつくんだ。確かにナメクジも同じ巻貝の仲間ではあるのですが、巻貝、ほのかにギャグの香りを感じてしまうのは私だけでしょうか。え、ギャグの香り今感じた？あ、わかんなかったな、このギャグ。とまあこんな感じでございますです。はい、俺の感性がちょっと鈍かったのかもしれない。ラストはカタツムリ。喜んでもらえるかな、カタツムリ。ひっ、カタツムリ。あ、いえ、なんでもありません。カタツムリ苦手なんだ。フクロウってカタツムリ苦手とかあるの？食べそうだけどな。極めて個人的かつ生理的な需要により、客観的な情報をお伝えできる自信はあまりないのですが、それでもよろしければ一応解説をお願いします。どうしたどうした、聞けますか？それでは、うん、カタツムリは虫ではありません。そうですそうです、貝の仲間ですよね。殻があるのがカタツムリ、ないのがナメクジと思いがちですが、実は全く別の生き物なんです。カタツムリは生まれた時から殻を背負っていて取り外せません。ヤドカラのようにはいかないんですね。その代わりカタツムリの成長に合わせて殻もどんどん大きくなります。つまり殻も生きているということですね。虫じゃないけど気持ち悪い、なんてこと言うんだい。カタツムリさんはいないのかな、動物の森には。それはさておき、たとえ苦手なものであっても責任を持って大切にお預かりしますよ。ありがとうございました。博物館のオープンに必要な展示品はあと7点。なるほど、7点集めてこいということですね。ふむふむ、なんかやれることがまた増えたし、いいね、いい感じですね。あ、そういえばシャベルでここさ掘れるんじゃないかな説あるよね。ちょっとじゃあ DIY してこようかな。虫は捕まえて売り飛ばそう。
せい動じなかったな、今。大丈夫なんだ。モンシロチョ。ヘイヘイ。あ、テッドさん。舞台はワーハイムの豪華感想を見てでございます。お家があると暮らしの幅も一気に広がるでしょうね。マイホームに似合う家具なら DIY で作るのはもちろんですが、たぬきショッピングおすすめですよ。はぁ、あ、はぁ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 。なるほどね。買えよと。金使えよ。経済回せよってことだな。確かに大事だからな、流通は。お、とにかく、お家を持つ人が増えるのに合わせて、お店を構えるのは賛成なんだもん。だけど、お客さん向けの建築用の資材を回してしまうと、お家を建てられなくなって本末転倒なんだもん。お客さん向けの建築用の資材を回してしまうと、お家を建てられなくなる。ふんふん。その辺どうにかうまいことやってちょうだい。何年も僕の元で修行を積んでる二人なら、このくらい朝飯前のはずだもん。なんかすげえ言われてるね。圧かけられてるじゃん。パワハラ。パワハラですよ、これはおそらく。どうもどうも、鉄道さん。お家ちゃんと立ったでしょ？これから一気に快適に暮らせるようになると思うだろう。テントと違って壁紙や床板も自由に張り替えられるし、使わない家具をしまっておけるちょっとした収納もついてるんだもん。そうそう、それと、お家を持ってる人はみんな、ハッピーホームアカデミーに入会して、勝手に入会さ、どん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 なんか、いろんなところにたらい回しにされてるな。そのうちあれじゃない？いろんなところに借金があるみたいだけども、とりあえず一つまとめちゃいましょうか、みたいな話で。手数料はさらに取られていくパターンになるんじゃないか。怖いな。気をつけないと。連帯保証人も探せと、みたいな感じで言われるかもしれないね。ハッピーホームアカデミーというのは定期的に会員さんのお家を評価してアドバイスをお届けしたり、評価の高い会員さんには記念品を送ったりしている機関なんだ。まあ、評価は勝手にやってくれるし、特に面倒なことにはならないから気楽に考えてくれればいいからね。言うね。ということで、マイホームの代金として9万8000ベルのローンを組ませていただきます。お前勝手に9万8000ベル、これ日本円にするといくらになるんだろう。怖えな。マイルで払える？あいにくあれは移住費限定の特別なキャンペーン。やばい。マイルも借金があるし、ベルも借金がある。俺どうしていけばいいんだろう。今回からはちゃんとお金を払ってね。お支払いは分割で大丈夫なんだもん。余裕のある時に少しずつでいいから ATM から返済してね。金利手数料とかはどうなるんだろう。分割だと高くなったりするけどね。ああ、新築へのプレゼント。何そういうの。なんとなんと、マイル交換の超一押しアイテム、マイル旅行券をプレゼントするだもん。マイル旅行券。マイル旅行券というのはマイルと引き換えることだけで手に入るスペシャルな旅行券なんだもん。自分の住む島をどんどん発展させて豊かに暮らしたいけど、無人島の生活の気分も捨てたくない。そんなわがままのお客さんのニーズにお答えして作っただもん。この旅行券を使えばいつでも手軽にどこかの、へえ、小さな無人島にひとっ飛び。旅先での出会いに期待するもよし、 DIY の材料集めに励むもよし、好きに過ごしてくれたらいいだな。とにかく飛行場に預けておいてからいつでも好きなタイミングで使ってみてちょうだい。それじゃあ、ふえふえ新築での新生活を楽しんでね、頼む。はあ、なんかいろいろやれることが増えたんだか、なんなんだかって感じだな。持って帰るものはない。日替わりの商品見てみましょう。お、相談がある。どうした？社長が憎くてしょうがないとか、愚痴を聞いてほしいとか、そういう話かな。もしよろしければ、とりあえずお話だけでも聞いてもらえませんか？いいけど、社長の前で平気？ありがとうございます。では、早速なのですが、相談というのはですね、お店を建てるための準備のことなんです。この島での暮らしが始まって、中には鉄道さんのようにマイホームも持たれる方まで始めました。この先必要なものも増えてくると思うので、もっといろんな商品を扱いたいのですが、さすがにここではスペースが限界。なるほど。社長ともあれこれ相談しまして、一日でも早くお店を建てるんだらもということに決まったんです。困ったことに、ああ、その話か。建築資材がないよと。うんうん。なるほどね。木や岩から取れる材料を集めて提供していただけないでしょうか。相当な量を揃えていただく必要があるのですが、それ相応の謝礼はご用意する。ああ。
まあ、謝礼がもらえるならね、しょうがないね。しょうがないにゃ。ありがとうございます。では、早速集めていける材料なのですが、木材、硬い木材、柔らかい木材をそれぞれ30本。鉄鉱石。これをまだ見たことがないのだが。産地にはこだわらない。あー、なるほどね。よその島でも集めてこいよっていうことか。なるほど。そういうこともしましょうってことね。了解了解。とりあえず商品を見せてもらおう。ポリタンク？エアーソファー。はあ、ポリタンクって何に使うんだろう？水を溜めておいた方がいいとか、あんのかな？あ、スコップか。はあ。ちょっと売ろうか、じゃあ。蜂の巣売ってみよう。蜂の巣。蜂の巣いくらになるかな？結構レアなんじゃない？蜂の巣って。あ、300、そんなもん？まあまあまあ、いいか。いろんなものに使えそうなのにね、蜂の巣。あとは、お、反応があるが、とりあえず。お、2日連続ボーナスをもろて、ショッピング。猫車？こんなの何に使うんだろう？なんかいろんなものを、運んだりできんのかな？そうね。とりあえずメガネは買っちゃいます。いろんなメガネがあるといいんでね。僕も、自宅に5個ぐらい。実家に帰ると多分10本ぐらいはあると思うけど、メガネがね。ただレンズがもう、の度が合ってないからかけられないと思うけど。スカートを履けるんすか？あ、ブーツ。船歌。船歌2001ってこれ音楽か。船歌ってあれかな？お酒はぬるめの考えっていう、あの歌？欲しいけど高いなぁ。BGM もあるのね。欲しいけどなぁ。どんな曲かだけでも参考までに聴かせてくれたらね、いいのにね。DIY しよう。シャベル。これか、しょぼいスコップ。これをまず作ります。ガンガンぐんぐんガンガンゴンゴンぐんぐんキンキンゴンゴン。よし、しょぼいスコップ。ミニテーブルぐらいは作っときたいなぁ。お家にね。ガンガンぐんぐんゲンゲンゴンゴンガンガンぐんぐんゲンゲン。葉っぱ。あ、高飛び棒。これ欲しいなぁ。これも作っとこう。ゲンゲンガンガンぐんぐんゲンゲンゴンゴンぐんぐん。よし。OK。では、携帯電話に反応あり。草むしりボランティア募集。あ、草むしりいっぱい下からもらえんのか。300、雑な草。わろた。なんてこと言うの？こんなもんけ？よし。早速掘ってみようか。あの光ってるところを。このしょぼいスコップで掘り返しちゃるけえの？キラキラをよ。よっ！なんだ？え？センベルを掘り出しただって、金が埋まってやがった。まだ光ってるぞ。あ、埋めるってことなのか。なるほど。やったぞ！いいね。ピッケルとかはどうやって作るのかな？なんかそういうツルハシみたいなのがないとね。無理だけどな。あ、おさえさん。おさえさんたちはまだ家できてないんです。あ、おい、鉄刀！どうした？聞いたぞ、鉄刀。お前、お店を建てるための資材集めの手伝いを始めたらしいな。おいらも鉄刀に店ができるのは大賛成だ、でゴンス。応援の気持ちとして、お、なんかくれるぞ。あんちゃんにこれやるよ。鉄鉱石は筋トレ用にとっておいて大事なやつだけど、鉄塔盛り上げるためなら喜んで差し出すぞ。好きに使ってくれよな。ありがとう。これとても欲しかったけど、これの集め方も教えてほしいな。おさえさんもなんか、おさえさんはそれはくつろいでいる瞬間なのか。まあまあまあいいけど。頭、あ、ごめん、今叩いちゃった。そういうつもりじゃないっす。ごめんなさい。
たまには宇宙も休憩しなきゃね。頑張りすぎるのは体に毒だって、この前テレビで言ってたからさ。あーね。テレビはでもないでしょ、この島には。忘れろよ、世俗のことはよ。こういうのを、水をあげてしまったが。あ、斧でいけるんだ。なるほど。うれ。三つ出る。なるほど、これで鉄鉱石を集められるのか。こら、いいぞ。木も集めてと。あ、おさいさん釣りをする気だな。おさいさんの釣りの腕前はどんなもんなんだろうね。ちょっと見てみようか。全くかかる気配がない。おさいさんは釣りの才能がないことが分かりました。はいはいはい。ん、あ、消防用のが壊れちゃった。結構持っとかないとな、斧も。なんかここに来ずとも作業台作りたいよね。社長の元でなんか作ってんの嫌だな。素朴な作業台作れるね。これ作っちゃおうか。これ作っといて、もう社長にはちょっと世話にならないようになるべく離れて過ごしたいな。何回、そういえば何回使ってましたよね。何ベルですとか言われそう。とりあえず今回だけで、あとは自力で何とかしたい。なんか家の横に作業台があっても良さそうだよね。木が邪魔だな。この木とかって溶けられないのかな。例えばさ、作業台どこ行った？作業台を飾る、あーダメなんだ。そうか。そしたらこの花、ちょっと邪魔だったね。これちょっと焚き火をとりあえずどかして、ま、この辺に作っとくか。うん。ちょっと見づらいけど。まあまあいいでしょう。これで DIY ができるよと。うん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 。変わらないね、ラインナップはね。よしよしよし、いいぞ。したら、石をゲットしよう。石はどこに落ちているんだ？あ、死んでる！水死体が！なんだこれ？解釈してやるか？水かけとけば、起きるかな？あ、あ、ノー！そちらは鳥かじです。鳥かじどういうこと？面かじ鳥かじ。面かじが右だから鳥かじは左？どういうことだ？面かじは右。お、合ってる。多分、おへしを持つ方。何言ってんだこいつ。怖っ。あ、水まいちゃった。あ、ボタンを間違えちゃう。何？こっちから話しかけろって。5 minutes! あと5分時。なんだこいつ。今日は学校休みます。ぐー。ね、寝かしてくれってことか。何なんだろう。流れ着いてきたなぁ。不法入国なんじゃないのか、あれは。許されんのかい？ああいうの。やべえ、ポケットがいっぱいだ。あ、瓶がある。いやぁ、これ欲しいなぁ。あ、テーブルとか置いてくればよかったか。焚き火とか。置いてこよう。荷物すぐパンパンになっちまうぜ。とりあえずじゃあテーブルを置いて、で、模様替えしてみようか。あ、電気もなんか何種類かあるんだね。模様替え、なるほど。やりやすいね。回す。なるほど。長押しで持ち上げることができる。まあ、テーブルは真ん中だよね。じゃあ、ベッドを、まあ、端。テーブル、ラジオ、置いて。スイッチ、こんなとこに置くかな？人は。
何この部屋すごい村人の部屋みたいになってる絶対 RPG とかでここに入ったら、あ、なんもねえなこの家ってなってすぐ出てく部屋じゃん。切な。何この音楽も演歌みたいのかかってるぞ。あ、カメラでこうやって変えることもできるんだ。へぇ。まあまあまあ、とりあえずこれでいいかな。なんて曲が流れてんの？二段坂、演歌なんだね。まあまあいいけど。では、アイテムをちょっと、センベルは？あ、お財布にしまうっていうのもできるんだ。へぇ。まあとりあえずこれは俺のもの。本当は届けなきゃいけないんだろうけどな。習得物として。でもまあ、ポケットに入れてしまいますね。なるほど。普通の石が出てくる。あ、粘土が出てきたんじゃない？結構材料あるなぁ。まずいね。すぐ持てなくなっちゃうぞ。やっぱポッケを増やさないとダメだなぁ。やべ！助けてー！村長！あー、危ない！社長狙い、社長を！危ねー。殺されるとこだった。ついでに売っちゃおう。とりあえず革のボトルを拾いに行こう。あ、テッドミッケ。なんだよ、可愛いとこあるな。どうした、おさしさん。ねえねえ、あんたお店を建てるための手伝いを始めたんだって。なんで知ってるの？そりゃあんた、こんな小さい島じゃどんな情報だって続けたよ。それにあんたのことはいつでも見てるからね。おさいさん。とにかくうちが言いたいのは、テッドのため頑張ってくれ、テッドのために頑張ってくれてありがとうってことさ。そうだ。お店のための資材を集めるんだったら、これ持ってっておくれよ。私の気持ちだよ。そのスコップはね、マイルと交換でもらった DIY のレシピ集で覚えたレシピを見ながら作ったのさ。普通に使える道具レシピってやつなんだけど、そこに出た道具はどれもしっかりした作りで壊れにくいんだ。あ、なるほど。壊れにくい、パネー、スコップをもらったな。ありがとう。嬉しいよ。メッセージボトルを拾ったよ。誰かからの。見つけてくれて超嬉しい。アイドルになるために書き溜めてるネタ帳の呼び返してみたら、アイドルになるためにネタ帳を書いてるんだ。レシピのメモを見つけたの。黒瓶を拾ったあんたにだけ特別に教えてあげちゃう。遠慮なく作りまくったよね。DIY アイドルチョキより。チョキっていうアイドルからなんか怒られてきたな。ダンボールソファーだって。いいやつなんじゃない？ダンボールでできたソファー。バッホー。なるほど。こういうこともあるんだね。面白いな。あの鳥はどうなってんだ、あの鳥は。今度起きなかったらこれで叩き起こしちゃっかんな。こうやったっかんな、これで。おい！みにゃみにゃ。こいつまだ寝てやがる。貴様。いや、やめて食べないで。私の分ちゃんと残しておいて。ダメだなぁ。あ、ここ硬いんだ。あ、便利だなぁ。一発でリンゴ落ちてくるんだ。へぇ。これは、ウルテクじゃない？絶対、ワザップのやつだな。ウルテク覚えた。つい！よし。自分で料理とかできないのかな？料理したものを売るとかしたらちょっと高値に買い取ってもらえるとか。こいつビール飲んでる。まだ4時53分なのに。社長はいいですな。金を収集する機構を作った人はいいですな、裕福で。私はそれに身を預けるものだから。全然裕福じゃないけど、畜生。いずれ見てろよ、社長め。夜道には気をつけるがいいぞ。いいねえ。ベルは、頑張ればまあまあ、なんとかなりそうな感じはする。お！ちょっとじゃあ、見てみましょうか。たぬきマイレージプラスを。釣り名人。ふむ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 。10匹釣って、卒業したての坊主。
なるほどね。オーズってのは魚が釣れなかったことだね。あとは貝殻拾いの達人。殻にこもった社会人。ああ、なるほど。飲み会に来ない。そもそも仲良くしようとしない感じの人だね。謎の埋蔵金？お！大発見のお礼に、あれ？俺、センベルくすねたことバレてるじゃん、社長に。なんでだろう。見張られてるな。でもマイルもらえる。ついてる系。不思議なこともあるもんだ。あ！なんか溜まってるぞ、タヌキマイレージプラスが。やった！木材ゲット。ああ、いいね、いいね。細かく、細かいけどもらえるね。なるほど。こういうのを越していくと新たなチャレンジが生まれてくるんだ。へえ。いいね。まあ、ほんとコツコツだね。こういうのはね。よし。あとは積極的に釣りとかも狙ってって、チャレンジを進めた方が良さそうだな。掲示板は？誰からも書き込みがない。ちょっともうちょっと書き込んどこうか。見えてますか？お返事ください。よし。完成。おかしいな。見えてる。読まないのかな？あの、おさいさんとかは。掲示板、文字読めないのかもしれないね。ひょっとしたらね。いろいろあるだろうさ、動物によっては。高飛びの棒を使って向こう側にも行ってみたい気持ちはあるけれども、まあまあまあ、今回はこの辺で終わりにしておきましょうか。ね。うん。ゆっくりゆっくり進めていきましょう。よし。それじゃあ、また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録等々よろしくお願いします。おやすみー。